関東地方は暑さは今日までで、明日からは気温が上がりにくくなりそうです。内藤さん、どれくらい下がっていくんでしょうか。はい、今日から明日のところで、ね、一気に気温大きく下がる見込みです。はいはい、まず天気図ご覧ください。こちら今日の午前中の状況です。今日まではですね、前線が南に離れているのと、それから、この高気圧の後ろ側に入るということでですね、暖かい、南寄りの風がね、タクエツするといったような状況になっています。はい、明日は南海上の、梅雨前線、そして台風1号がこのような形で関東の南を突進していく予想となります。はい、なので明日は一転して下層の風向き、北寄りの風に変わります。そしてさらに、明日以降はオホーツク海の方で高気圧が勢力を強めて次第に張り出してくるといった流れになりそうです。まだ変動はありますけれども、特に、今日から明日のところは気温が一気に下がるというふうにお考えください。はい、今日の各地の東日本関東などの気温予想ですけれども、25度を超えているピンクのエリアが大きく、広がっています。今日は東京28度の予想です。で、明日の午後2時同じ時間の予想を見てみますと、こちらですね、15度を超えて20度には満たない程度というところですね。10度前後気温が下がるとこういった、状況が予想されております。はい、東京の気温変化で見てみますと、今日は日中ね、28度の予想ですけれども、明日は20度以下、時間によって20度ぐらいまで上がるかもしれませんけれども、明日は19度ですとか18度、はい、こういったレベルになる可能性があります。一気に平年を下回る状況となってしまいますので、はい、この体感差で今日から明日のところね、特に服装の調整などお気をつけください。関東地方、主に東京に注目してお伝えしました。体感の変化で体調を崩さないように要注意です。最新の気象情報はアプリウェザーニュースでご確認ください。